さんこんにちは。コンシェルジュの毛利です。水谷です。よろしくお願いします。はい、本日はずらっとブーケが並んでおりますが、本日はなんと人気のブーケのご紹介をさせていただきます。はい、ではお手伝いしていただきます吉山さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではこちらのブーケから、ちょっと形がなんか珍しいですね。はい、そちらのブーケがアームブーケといいます、はい、カラーのような長さのあるお花をこう束ねたクラッチブーケタイプのもので、うん、腕にこうかけられるようなタイプのブーケになります。腕にかけるとはい、そうです。なんか大人っぽい感じですよね。そうですね、すごくドレスでいうとスレンダーなタイプのドレスだったりとか、 あとはカラードレスでお持ちいただく花嫁さんも最近多いですね。あ、そうなんですね。はい、カラードレスお色とかは、そうですね、赤とかかっこよく決まるんですけど、こちらのネイビーのようなリボンも一緒に組み合わせると大人っぽいスタイルになりますので、とてもかわ素敵にコーディネートができると思います。はい、はい、ありがとうございます。続いて2つ目、はい、なんかこれはお花かという感じのブーケですが、何でしょう。こちらはドライフラワーのお花を使ったクラッチブーケになります。お、ドライフラワー、はい、少し前から流行していますが、うんうん、パンパス、あ、人気ですね、はい、この子絶対いますよね。もう秋冬にはすごくになってくるかなと思いますが、ふわふわっとしたのが暖かい印象が出るので、冬とかにはすごく人気ですね。そう、これも可愛いですね。はい、綿のみ可愛いですよね。冬にしかないので季節感もすごく出ると思います。大きいなんかよく見ますけど、ますね、はい、そちらはプロテアというお花です。へー、個性的な形をしてるんですけど、南半球の方で栽培されてるお花で、あ、そうなんですね。はい、なんかすごい合いますね、ドライのブーケに。そうですね、すごく個性的な感じが出るので、はい、もうなんかあんまり人と被りたくないなっていう人とかにもすごくいいブーケです。そうですね、なんか和装とかにもすごい合いそうですよね。はい、今すごく和装で合わせていただく花嫁様が多いので、かわいい、定番のお花でも素敵なんですけど、ちょっとこういう風にドライ素材使っていただくと素敵にコーディネートができます。お持ち帰りいただいてそのまま飾れますね。それもポイントですね。これタイプいいですね、はい、ありがとうございます。では続いて、このすごいバッと広がっているタイプのブーケ、はい、こちらもクラッチブーケになるんですが、はい、ちょっと毛利さんが持っていただいて分かると思うんですけど、こう小さいお花が揺れるのですごく空気感のあるような、確かに素材感も大きなお花を使っているので、ウェディングドレスでも合いますけど、カラードレスでこうお色直しでガラッとチェンジした時に使っていただくのもすごく素敵になると思います。いいですね、はい、存在感があるので、多分こう持ってこう移動していく時も揺れて可愛いですね。すごく可愛いポイントと、あとは流行のお花で、はい、ランのお花とラン、はい、あとはアンスリウムってお花を使ってるのと、アンスリウム、はい、こちらも定番になりつつあるテラコッタカラーを使ってるので、あ、ちょっと仕草もありながら、確かにテラコッタカラーは何かの動画で学びました。本当ですか。はい、そうです、流行ということで、なんかその流行のカラーがお花で表せるってすごいいいですね。そうですね、こういうところで出していただくとすごく分かりやすいところかなっていうのと、もうおしゃれな花嫁さんにはぴったりなブーケかなと思います。可愛いですね、ありがとうございます。はい、これもなんか、あ、ごめんなさい、気になりますね、これリボンが違うなと思います。確かにリボンもそうです。
の定番のサテンのリボンも素敵なんですけど、うんうん、こちらのドライ素材だったりとか、かわいい、こういうちょっと雰囲気の変えたクラッチブーケの時にはこういうリネン素材を使ったリボンもすごく素敵になると思います。このリボンはお花によって決めてくださるんですか、合う感じ。はい、私たちフラワーデコレーターでコーディネートもできますし、ご要望があればご相談もさせていただきますので何でもおっしゃってください。 いいですね、ありがとうございます。ではいろいろな種類ご紹介させていただきましたが、気になるブーケございましたらぜひフラワーコーディネーターにお声掛けください。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。